昨日ですね、あのツイートしたんですけど、あの公認会計士の映像授業を見てたらですね、あの僕の名前が出てきてびっくりしたっていうね、まあ、すごい不思議な体験をしたんですけど、イメージしてくださいよ、その映像授業で自分が生徒として受けてて、まあ、勉強してたら、急に先生が画面越しで自分の名前言うみたいな、すごいなんか不思議な、<laughs> 不思議な体験だったんですよね。 で、しかもその内容っていうのが、まあ、財務会計論。ね、こういうふうに勉強してた方がいいよ、みたいな、まあ、勉強のね、えー、ことについて、まあ、軽く雑談するみたいな内容だったんですけど、えー、その時に、まあ、河野玄人さん、最近 CPA に入った CPA っていう予備校なんですけど、CPA に入ったっていうのが話題になってましたが、みたいな。そんなね、彼の勉強法も、まあ、あの、一応見まして、彼の勉強法でも、 彼もそういう風に言っているみたいな補強材料として使ってくれたんですよね。はい。で、まあ、要は、その僕自身が語ってた勉強内容を画面越しにレクチャーされるという、すごい不思議な体験をしましたよという話です。まあ、そんなね、えー、すごい、まあ、そういうことがあると、やっぱりちょっとね、えー、僕もすごくワクワクしますよね。 なんかどん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 またね、えー、勉強を進めていきたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、結構やっぱりまあ爆速で進めてただけあって結構ですねまあ過去のこととか僕今忘れてる部分も結構あるのでまあ復習していかなきゃなという感じですはいそれが今の近況報告